はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今回はラブライブのお話になります。ということで、6月13日土曜日にラブライブザ・スクールアイドルムービーが公開となりました。おめでとうございます。いや、ついに公開となりました。ということで、早速13日土曜日当日に、劇場に行ってきました。でですね、朝っぱらから、グッズに並び、グッズも買い、そして映画も見てきました。でですね、今回はその買ってきたグッズの紹介をしていきたいと思います。いやー、グッズも予想通りですね、劇場の前に大行列ができてまして、並んできました。前売り券同様ですね、始発5時過ぎの始発に乗ってですね、5時半に映画館に着き、結局お店に入れたのが8時半ぐらいだったと、思います。前売りよりね、かなり並んだ、結果となりましたが、無事僕が欲しいグッズは全てゲットすることができました。予想というかね、これ買うぞって決めてたものの他にも、買っちゃったりとか、あったんですが、たくさんグッズを買いましたので、そちらを紹介していきます。でですね、まあ、本編の方には触れないでおきます。まだ公開してばっかりですし、喋っちゃうとね、ネタバレになってしまうので触れないでおきたいと思います。それでは買ったグッズこちらになります。どうぞ。じゃーん。ということで、僕が買ってきたグッズはこんな感じのラインナップとなります。今回は簡単にざっと紹介をしたいと思います。いやー、売り切れなくて本当に良かったです。欲しい分ちゃんと確保できたので良かったです。本当に一安心でした。では行きましょう。どっから行こうかな。ここから行きましょうか。劇場グッズ、ハローキティとのコラボグッズも売ってまして、これは劇場限定なんですかね、わからないんですが、数点買ってしまいました。まずはこれから行こうか。クリアファイル、はい、かわいいですよね。ミューズメンバー9人がキティちゃんと、コラボしております。かわいい。これのね、人形もあったんですけど、さすがにそれはちょっと高くてね、買いませんでした。クリアファイルと同じ柄のミニタオル、裏は真っ白ですね。あ、これは、あー、後ろは知りませんでした。背中が見えてるんですね。へー。クリアファイルとミニタオルと、そう、ポーチ、まあ、僕が使うことはないであろうと思うんですが、可愛くてね、つい買ってしまいました。こんな感じのデザインになってます。続いて、ハローキティコラボ、これが最後ですね。ボールペンになります。ミューズ9人分あって、今回は小鳥とニコとほのかで、ニコは僕の分なんですが、小鳥とほのかはお土産用に買いました。ハローキティコラボは、この5点ですか、6点になります。はい、続いては劇場グッズいきましょう。まずはこちら、よいしょ、マフラータオルになります。白地にピンクのライン、そして真ん中に大きくミューズマーク、そしてメンバーの名前も入ってます。はい、まだ開けてないんですが、こんな感じとなっております。続いてこちらの黒いのは T シャツになります。でですね、今回は T シャツ2種類ございまして、柄は一緒なんですが、フリーサイズ、そして S サイズがあります。 S サイズは子供もしくは女性の方がね、着るのにはいいんじゃないかなと思います。こちらも胸に大きくミューズマークロゴが入ってて、後ろの背中部分ですねにも絵柄が入っております。T シャツと、あとこれだ、チャーム付きセンス、センスを持って踊るライブシーンがあるんですが、それをまあイメージしたんですかね、センスが入ってます。で、中の絵柄はそのライブシーンの、まあ、影と言ったらいいですかね、9人分の影が映ってます。センス。続いてニコちゃんの IC カードステッカー、これは単に可愛かったので買ってしまいました。続いてこちらもニコちゃんグッズですね、マグカップになります。先ほどの IC カードもこのマグカップもそれぞれメンバー分ございます。はい、キービジュアルを使用したクリアファイル、こんな感じになってます。表面と裏は音の木坂の学校のマークが入ってます。で、あともう一種類のファイルはトリプルファイル、はい、こんな感じで3種類、表面はですね、学年ごとにイラストが入ってて、これトリプルファイルは、はい、こんな感じで3つのポケットが、入ってる、まあ要は大きい1つのファイルですね。僕最初勘違いしてて、これね、各1つずつファイル分かれてると思ったんですが、3つが、合わさったような形の、クリアファイルとなってます。中にはね、こんな感じで
戦争モードで踊るライブシーンのカットが何カットか入ってます。左右にカットと真ん中にはラブライブと入ってます。これいいですよ、結構使い勝手がいいと思います。これがトリプルファイル。はい、そしてねこれが僕一番欲しかったんですよね、パンフレットになります。やっぱり僕パンフレットどうしても押さえたかったので、これはねゲットできたのはとても嬉しいです。で裏面と表面ともに、こんな感じで映ってますかね、キラキラのホログラム仕様になってます。いやーいいですよね。で中身はあんまり本編は触れてないかな、なんかざっとあらすじみたいのが書いてあって、あとはラブライブのこれまでの奇跡、まあ、経歴ですね。あとは、あ、キャストと、そっか、キャラクターの紹介がほとんどを占めてるような気がします。こんな感じで、例としてあげると、こんな感じで、キャラクターが左、右側に声優さんという並びで、あとは監督さんとか、スタッフ陣のコメントが書いてありますね。こんな感じのパンフレットになってます。で、あと、こっちの白い筒がですね、ポスターになります。こちらのパンフレットと同じキービジュアルを使ったポスター、こちらも購入しました。グッズは以上となるんですが、他にゲットしたものはこちらですね。こっちか、こっちか。はい、すいません、メッセージカードになります。こちらは入場者特典1周目のものになりますね。今回はですね、1週間ごと1周目、2周目、3周目、4周目と、週替わりで特典が切り替わりますので、何回も見に行った方がね、僕はいいんじゃないかなと思うんですが、1周目はまずこちらメッセージカードになります。まだ開けてないので中身はまだ見てないんですが、ミューズメンバー9人からのメッセージが入っているみたいです。あと、ランダムなんですが、限定の S レアも入ってます。こちらは別の動画でアップできたらしようと思います。あとは、ポップコーン。劇場の売ってるポップコーン。こちらも週替わりで、なってまして、最初の週は2年生になってます。で、僕そのまま持って帰りたかったので、これだけ別にしてくださいって言ったら、これね、袋を別にしてくれました。ありがとうございます。こんな感じの台って言ったらいいですかね。かわいい。あ、裏側かわいい。全然見てませんでした。かわいいですね。やっぱり、うみちゃんのこの髪型めっちゃかわいいですよね。で、こんな感じの、ここにポップコーン。そしてジュースですね。で、これがポップコーン入れる袋で、あとは、これがジュースにね、カポッとカップにはめるやつ。あとは、あ、そうだそうだ、ポップコーンはこれが一番メインじゃないのかなと思うんですが、コンボセット特典としてミニクリアファイル&チェンジングコースターというのがついてきます。で今回招集1周目は2年生なので、小鳥ほのか海のどれか一つがランダムで入ってます。こちらも別の動画になるかな、開けたいと思います。これも週替わりで1年生3年生もあるので、また映画見に行きたいと思います。買ったグッズは以上になります。でですね、グッズ買うと、これも先着なんですかね、こんな感じのオリジナルショッパーがもらえます。いいですよね。これもよいしょ取っておきたいと思います。はい、ということで買ったグッズ以上となります。まあ、こんな感じでざっとですが、紹介していきました。いやー、グッズ争奪戦と言っていいんですかね、もうなんとか乗り越え、映画も見て、いやー本当に素晴らしかったです。で、これから週替わりで、先ほども言いました通り入場者特典が切り替わって、2週目から4週目までは色紙が学年ごと、しかもランダムで配布されるんですよね。かなり厳しいと思うんですが、まあそれも含め、ただね、これないにしても僕はね、あと何回かは見に行きたいと思います。それだけ本当に本編が面白かったです。新曲もたくさんあるし、ラストも素晴らしいし、ネタバレになってしまうので、あまり多くは語りませんが、本当に素晴らしい内容で、ございました。ということで、今回は劇場版のラブライブザスクールアイドルムービーで買ったグッズを、紹介していきました。まあ僕が今回思ったことは、もうちょっとグッズの数を増やしてもいいのかなっていうのと、あとね、並んでる時はルール守りましょうっていうのを、思いました。ということで今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。